はい、かねさんです。今日はね、バルーンができるとどんないいことがあるかっていうことを3つ大きく分けてあるので紹介したいと思います。特にバルーンやったことがない方はもうぜひね、覚えていただきたいなと思う。僕はもうバルーン出会って25年経つんですけど、やめられないですね、うん、本当に。で、まず一つ目は何かっていうと、バルーンアートができると今まで見つめられていた周りの方の見方と、バルーンができる時の僕を見てくれる見方っていうのはね、全然変わるんですよ。これが一目置いてくれるっていうか、すごいね、こう、それがまずね、衝撃的でしたね、うん。25年ぐらい前に大道芸人さんのビデオテープで、ソニーのベータ録画して、何十回も結び方を見たり、ワンちゃん作ったり白鳥作ったりしてって、それを児童館でやったんです。広島市にある長塚児童館っていうのがあるんだけど、そのクリスマスパーティーに呼んでくださって、もうボランティアよ、やったらね、もうね、体育館みたいなところでやったんだけど、子供が迫ってきて、僕はもう後ろにこう壁にへばりつくようなそのぐらいの衝撃があって、カナさんすごいとかっつって、それをね、感じてもらいたいなと思う、うん。見つめられ方が変わります。劇的に変わります、これは。次、2つ目はやっぱりこういったものを作ってプレゼントするとすごくね、笑顔になります。受け取った方がプレゼントしたらね、笑顔になるし、僕仕事でね、風船配りも行くんだけど、すごいいい顔になって行列ができたりとかするんですよ。だから人を笑顔にする力がある、場の空気がふわっと明るくなる。僕病院にも今行ってるんだけど、ね、病気で来るわけじゃないですか。だけど、かねさん、なんか透明の風船の中に入ったハートの風船作ってとかっていうリクエストがあったりとか、2歳の子とかね、なんか7歳の子とか、すごくね、喜ばれます。笑顔になる。こういった、例えば腕輪があるでしょ、これでもさっき作ったけど、おばあちゃんとかね、まあ、高齢の、ご高齢の60、70、80、90のおばあちゃん、本当に喜んでくれるよ。お金いくらかかるのって言うのよ。で、お金、まあ、あの世代だけなんだけどね、お金のこと言うのは。それはいいんだけど、すごく喜んでくれます。ちっちゃい子、女の子、この前もね、僕白衣着てゴーグル、普通は仕事してる時ゴーグルつけてマスクを2枚するんですよ。僕はレントゲン室密閉されてるからね、窓がないから、入り口しかね。で、ちょうどもう昨日で、でそれをこうパッと開けた時に、ちっちゃい、何歳、3つぐらいかな、女の子がいて、お母さんと。僕の顔見た途端にね、お母さんの裏に隠れてね、逃げたのよ。これはちょっと一発かますしかないなと思って、これを作りました。いちごちゃん、いちごちゃんを作って、これハンドバッグになるよってあげたら、もうこっちのもんですよ。やっぱり見つめられ方が変わる。あ、このおじさんなんか風船くれるみたいな、かわいい風船を喜んで持って帰りました。ね、退屈でしょう、病院なんてね。で、もう一つ面白かったことがあって、前ね、剣を作ってあげたの。3つか4つぐらいかな、男の子で。そしたら、もうなんかその男の子は、入り込んでると、もう敵がいるの、目の前に。エアーの敵がいて、なんか一人で喋るわけよ、敵に。マッシュクやってるねとかって言いながら、わーとかっつって。戦ってる子供を見た時は、神さんとすごいね、あ、僕が作ってるバルーン喜んでもらえてるなっつって、入る子はたまにいます。すっごく面白い。だから男の子、ちっちゃい男の子は、これなんか今鬼滅が流行ってるでしょ、危ないじゃない、プラスチックのやつは。いいんだけどね、いいんだけど、でも実際にこうやってやって、僕刺したら銀飴とかグって、こういうので戦いごっこすれば、バルーンってまさに今だと思うよ。みんな頑張ろうね、初心者の方も、既存のやっている方も、もう今こそバルーンですよ。もう鬼滅に乗っていくしかないよ、やっぱ安全だからね。これ全然痛くないよ、これやりましょう。
はい、女の子、ちっちゃい女の子、ちっちゃい男の子で、ご高齢の方、おばあちゃんで、あとはまあ女の子たち、中学生、高校生、女性の方、すごくねバルーンに引きが強いです。これ間違いない。で、一番冷めてる人は冷めたそうね、あのちょっとオフレコなんだけど、中年のおじさんが一番冷めた。もうなんか何回か、あ、おるよ、なんか夢のある人も。もうね、会場が凍りついた時だったね。昔ね、あの苦いトラウマになってるね、僕ね。会場がもうね、あの北極みたいに、こう、まあ僕の技術がないんですけどね、バルーンの見せる。いやー、あれはね、しびれたね、本当に。誰一人して子供いなかったからね。もう、まあいや、置いといて、だから一つ目は見つめられ方が変わります。二つ目、喜んでもらえます。すごく喜んでもらえる。三つ目、これが一番大事。社会から必要とされます。リクエストがかかるの。あ、こういう機会でやってくれないとか、お祭りがあるけど、どうつって。まあそれはお仕事になるならない別なんだけど、とてもなんかこう自分が求められているっていう、こう自信につながるっていうか、その現場でね、また学ぶこといっぱいあるから、それをまあ25年間ずっと積み重ねてきて今があるんですけど、やっぱり社会から認められて必要とされるっていうのは、僕にとってやっぱり自分の自信っていうか誇りだし、上手いと別にしてね、僕はあんまし上手くないけどね。それをぜひあのバルーンやったことがない方に実感していただきたい。だからあのメインのね動画にあるんだけど、発達障害の子どもたちに僕は6年ぐらい前か、まあ、詳しくは7年前からなんですけど、今の若葉さん言ってるのは 6年経とうとしてるんですけども、やっぱりいろいろハンディキャップとかあるから、実際問題じゃあ社会に出てどのぐらいこうのことができるかって言ったら、飛び抜けてあの記憶力の抜群な子とかもいますよ。あの才能のある子もいるからね、発達障害の持ってる子っていうのは。ただバルーンができることで、僕がそれを経験しているから、あの彼らができることでいつの間にかすごく上手くなってて、いつの間にかお、お前すごいじゃんって言われる、先生がお前上手いからやってよって言われる子も見てきたし、そういう子たちを育てたいんですよ僕は。そしたらちょっとなんかキラッとするじゃないですか、自分の人生でなんかこうね輝くというか、何でもいいんですよそれは。絵が描けたり、ね、歌が上手かったり、まあ、歴史のすごい子もいるからね、あの生徒さんの中にはバルーンにおののにも描いたりね、なんかすごいよ。鬼滅の剣作ったらなんかこうすごい絵を描いたりとか、絵が素晴らしかったりとかする子もいます。だから、今言った3つ、見つめられ方が変わります、すごく楽しく喜ばれます、人です。3つ目は必要とされます、いろんな機会でやってくれないって。なんでかって言ったら分かる、やったら分かると思うんだけど、めちゃめちゃ喜んでくれますよ、お子さんとかおばあちゃんとかも喜んでくれるから、ぜひ僕の、まあ、僕じゃなくてもいいんですけど、あ、まあ、よくないよくない、 あんましね営業トーク好きじゃないんですよ。でも一緒にやりたいなと思う。あの増えると、まあ、層も厚くなるし、どう言ったらいいんかな、この喜びを共感してほしいですよね。子供に限らず大人の方も、定年退職された方も本当に喜ぶから、デイサービス、老人ホームとか、ああいったところに飾ってもいいし、プレゼントしてもいいし、幼稚園保育園もういっぱいあるんですよ媒体は。うん、だからぜひ一緒にバルーンを学びながら、上手になっていって、そして一つ自分の中に、人生の中の潤いの場所、自分が輝ける場所を作っていただけたら、僕はそれで幸せだし、僕なんかもう結構年ですからね、今年55になるから。あと何年生きれるかわからない。だから生きてる間に何かこう自分の生きてきた証を残したいんですよ。うん、なんかね、せっかく生きるんだったら楽しんで喜ばれてきたいなってすごく思います。なので一緒にやってみましょう。いろいろ今再生リストを整理してるんですけど、初心者のところにいろんな結び方とかありますけども、近々っていうか、まあ春、5月ぐらいまでには整理して、
初心者の方向けの1から10までまずここまでやりましょうとか、中級とか上級とか、そういう整理をしてもっと分かりやすく紹介していけたらなと思います。はい、僕やることは実践向きなんで、現場で風船配り、カーディーラーさんに行って配る、お祭りで立って配る、その時に早くできてすごく喜ばれるものを追求しています、常に。だから常に反応を見てる、子供たちとね、大人の反応もそうだけど、で、引きの強いものを紹介しています。ので、遠慮なくメッセージください。 頑張りましょう、一緒に楽しみましょう。ぜひよろしくお願いします。そういったメリットがあるので、もしよかったら登録してください。 あんま好きじゃないよ、英語トーク。 はい、じゃあよろしくお願いします。今日は、バルーンアートができるとこんなにメリットがあるよってことを皆さんに紹介させていただきました。それではまた会いましょう。 See you next time!